日本もたくさん雨が降りましたが、インドネシアのバリ島では稲作を生業とする人たちがほとんどです。その人たちにとって雨は黄金にも値するような大切なものです。その雨の降る様子をさまざまな楽器の音色を使い分けて表現したのが今聴いていただいた「ジャン・マス」という曲でした。次は広場に今運び込んだ楽器、トロンボンという楽器が大活躍する。こんなに大きな楽器をたった一人の人が演奏をします。両手に持った街でお鍋をひっくり返したようなものがたくさん並んでいますが、その先のちょっと飛び出たところを叩いて音を出します。聴いていただく曲は山サリという曲です。この曲は芸能山城組のガムランの先生であるインドネシアバリ島のチョコルダ・アリ・ヘンドラマンさんがバリ島の伝統的な素晴らしい曲のエッセンスを紡ぎ合わせて作った名曲です。それではガムランの演奏で山サリ聴いてください。Thank you.
ドネシアのバリ島では、ガムランは今お聴きいただいたような器楽曲インストルメントのごめんなさい、ちゃんと言えなくなりました。器楽曲の他にもガムランの曲に合わせて踊りを踊るというものがたくさんあります。インドネシアのバリ島の子どもたちは男の子